こんばんは、勝則です。今日も白ザリガニの様子をお伝えします。以前ビールの空き缶とガラスの間に隠れてると言ってたところからいなくなりました。体が大きくなってもういつまでもここに隠れられないと判断したのでしょうね。その大きくなった子がどこに行ったかわからないんですが、一匹はここにいるのかな。耳石が出てますから、多分まだ脱皮して一回り大きくなるから広い場所を探してるんだと思います。この子もそうですね。ちょっともう2日ぐらいかかるのかな、この耳石の色やと。もう2日ぐらいかかると思いますね、この子は。で、この子なんかはまだ小さいので空き缶との間に住めるんですけど、他の子たちですね、他のそれなりに大きくなった子たちがどこに行ってるかっていうのが気になりますね。共食いで死んでなければいいんやけどな。それが何より心配ですね。無事でいてくれる、大きくなってくれる、生態にまで育ってくれる、それが何より大事なことなので。かといってね、落ち着いて隠れが見つけてるんやったらそれを荒らすこともできないし、ほんと心配なんですよね。かわいいな、かわいいな。はい、今からこの子たちみんなに餌やっていきますので、今日はこれで終わらさせていただきます。失礼します。